ヒ見ナニは大正時代から昭和時代初期にかけての日本の彫刻家。ヒ見ナ二作、詐欺娘絵葉書1898年に東京に生まれる。1915年に彫刻家の小倉美に一郎に支持した。1918年の第12回文展に出品した老婆が初入生を果たし、1922年の 第四回定点に出品した奏者において25歳の若さで特選となった。すでにこの時には以前の老婆のような写実主義は移転、ギリシャ彫刻のクラシック時代前期の影響を受けた作風の様式化を示した。彼の様式化はその後、ますます強調されて彼独自の様式を確立するに至った。1926年に構造者が創立されると、 1927年に、その客員となり、1929年には会員になった。その後、1935年6月には、定点無監差となったが、同年9月14日に死去した。去年38。また、三田平凡寺の我が楽多州に参加。第22番王が山寄る漢字と星、シ品の物一切を収集していた。日本人、明大辞典による。 美術研究所編、日本美術年間1936年版、ピアニッシモ、129から130、東京文化財研究所 HP なにから、孫引き、京都玩具辞典91ページ。ありがとうございます。